おはようございます。3石で当たりを引いて勝て、お赤ちゃんやった、1ゲーム目からおやった、すごい、うぃー赤グイやった。全然いけるな、うん、青の方が伸ばせる気がする。私はやってやんよ。そうさ、あ、これでもうとりあえず3機種はクリアということですね。ただあとはプラス2せにゃならん。あー、じゃあちっちゃうか。まあなんとか勝ってもらって、ここはあ、やばい、うーん、嘘でしょ、単発かな。終わったー。はい、単発でした。単発の救済 10% も引けず、75枚終了。プラスにするっていうのが一番難しいですよね。3機種で当てることはまあ時間があればそんなに難しいことじゃないじゃないですか。プラスにするのが難しいんですよ。今600枚投資です。プラスにしたい。何を売ったらいい。バラエティコーナーが大人気ですね。普通に趣味打ちで家康ちゃんちょっと打ちたいですけど、いいかな。意外とそのぐらいの感じで打った方が出せるんじゃね。温泉なんで最初はね、継続シナリオ期待度アップ高確率でございます。周期で、まあ、今はちょっとハテナに朝一なんでなってますけど、40ゲーム周期ですかね。で、子役とかを引くとだんだん期待度が上がっていくと。で、当たった時のシナリオもここは上がりやすいので、シナリオの時に当てられると最高です。キャッチ準備中、入りましたね。あれは、おお、チャンス目。さあ準備中でしたので、もしかしたらさっきのチャンス目でチャンスゾーン入ってくれるかも。はい、ここはまあ、ね、すごい低いし無理と思いましたが、あ、いったね、ニコニコチャンス入りました。チャンスゾーン、召喚成功で戦国タイム突入です。当てれたら最高。プッシュボタンを押させてください。いやね、なんか子役が引ければいいかったはずなんだけど、チャンスのはずなんだけど、あ、最後の最後で、ね、一応引いたけどダメ、残念。はい、しょうがない。なんかすごく久しぶりに打って、あ、結構きつい台だったかもしれないっていうのを思い出しました。さあ発展です。おお、また回線、合戦ね。もう一度チャンスゾーン来ました。
もうここで当てちゃいたい。結構これ厳しいシナリオというかこれマップだと思うんで、予想的には天井まで行っちゃう可能性大なんで、ここで当てちゃおう。お願い。あ、シナリオが上がる。さらば出てこない。ようやく。危ない危ない。総投資ですね、19,000円でございます。307ゲームですね。はい、今シナリオ2のやつなんで、そんなにいいシナリオじゃないかもしれないですけど、頑張るか。酒井さん、この方酒井さん、まあ、全ての継続率の可能性があり、まあ、シナリオ6、7、8の可能性がちょっと高い。エドライブが好きなんでエドライブでいきます。反発は嫌ですね。よしよし、ランクアップ、ヒーロー、ヒーロー止まりっぽいですね。いい感じ、発展か。もう残り4日。あー、はい、おいいよ。あー、いい感じいい感じ。どう、継続じゃない。また単発やめよっと。やめます。どんどん機種を移動すればするほど負債が増えていくんですが、どうしたらいいの。はい、もう今日はこれで最後の機種にできたらなと思います。いきます。朝一台番長、まあ、19,000円投資ですね。で100枚ほど持っております、コインを。今日全部単発じゃないですか、もしかして。ですね。あ、35試験招待で一応ショータイムには入ったけど、めっちゃクリアできなかったから上乗せできてないし、全部単発か。やだな、嫌な予感がする。いや、このウサギの耳のやつめちゃめちゃ締め付けがきつくて頭痛くなってきました。めっちゃ、あ、これが悪い。そうかもしれない。これはこれでやだな。あれ、これ5枚目って言いました。5枚目ですよね。本当にそんな使ってる。使ってるか。使ってますね。お、お、いや違うか。え、あれ、これ天井だと割れるんでしたっけ。これじゃない？だって19でドカーンって変ですもんね。リセットだ多分。嬉しい。もうやだ。あー、よかった。あー、よし。俺の歴史にまた1ページ。リセット天井というね、歴史が刻まれます。よかった。996ゲームです。1000はいかなかったんですね。まあ、でもそんなもんか。4万3000円
バカみたいにお金を使ってしまいました。もう単発の呪いが半端ないからな、対決行ってくれないとね、困っちゃいますね。おう、おう、おう、ゆかくん頑張れ。っていうか あったってことだね、よかった。とりあえず単発回避、よし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 、よし開けてきた道が。お、待って、消えた、束ねる消えた、天国じゃん。よっしゃ、はい、復活予告。あー、嬉しい。この歴史にまた1ページ。いや、なんなら絶頂まで期待しちゃうな、この展開。あ、真剣なんでここで引くんですね、こういう時にね。あ、バチョボーナスでしょう。はい、しかも豪遊格だし、ストックはとりあえず1個あるし、ここからいっぱい対決もできるし、2150枚いけるかもしれない。バナナ、OK。いや、これつけてなくてよかった。よかった、危ない。何かな、まあ乗せてはいないだろうが、ズレ赤、ハズレ青、はい、少な、びっくりするぐらい少ない、厳しそうですね。どうだろうな、でもまだわかんない、天国またあるかもしれないし、次も天国あったら鬼嬉しい。どういう格なんすよ。ひとまずここの対決に行くと思います。まだら、いいよ、ラグビー頑張れ。違う、いや違う、なんで、何を、今日は勝つんだね。はい、おー、しかも黄色だ、欲しい、複数スタック行きます。違うな、ないか、まあ、見えてるのであと2個ですね。でまだ対決いきますよ、相撲だが、よし頑張れ、ラッピーには勝ちたいぞ、勝ちたいよ、勝てるかな、あー泣いた、お、チェリー、あ、2つ目でした、よいしょ、青か、まあまあまあ、で3つあります、とりあえず。お、よき対決に来そうです。ちょっと豪大寺はなさそうだけど、お、岩尾が流れてきてる、岩尾さん、よーし、一人ずつバスケか、バスケね、勝てる、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょ大丈夫かな、引いとこう、やってしまった、やってしまった、やってしまったな、よかった、いや大丈夫だと思うよ、そうだね、いや、あ、余計まで行って、マジか、勝ってなかった、わあもったいな、まあ、しょうがないか、
まあでも3つはありますんで。いいからですよね。ちょっと分かんないのも。ダメだ、このまま終わってしまいそう。いやでも初期ループのところであったんで、もしかしたらねまだストックがあるかもしれないですね。さてか、あったね。4連544枚終了です。おそらく左。はい、ということで、実戦終了のお時間になってしまいました。まさかこんなに今日使うとは思いませんでして、マイナスに確実になっていると思います。お疲れ様です。全部こいつが悪いです。はい、484枚回収となります。実戦終了です。お疲れ様でした。もう朝フェイスシートやったのにカサカサ乾ききっております。潤いゼロの実戦でした。本日はですね、3機種で当たりを引いて勝てという無茶ぶりでしたが、3機種で当たりは引いたんですよ。なんなら4機種5機種5機種で当たり引きました。いいですか、じゃあクリアってことで。つらかったな。ほとんどずっとね最初単発でしたので、で最後の番長で一応ちょっとは、流せたので、本日は投資が43,000円、回収が484枚なのでサマイが1666枚マイナスでございます。勝てずということで、無茶ぶりクリアならずということです。勝てたな今日のは。何が良くなかったんだろう。でも完全に流れが変わった瞬間は分かってるんですよ。先これの家康ちゃんに行ったのが多分違ったのかな。いや今日、あ、違う、分かった、今日これだ、これが悪いんだ、これが悪いっていう結論でもう決着ついたんだった、はい、もうね締め付けが痛くて、これしてる、眼鏡してる、ヘッドセットしてるで、もう耳のここがもう感覚ないんですよ、もう痛くて。もうすっぴんであることにはもうもはやもう何も思わなくなってきたんですけど、次回はちょっと化粧していいですか、いいですかね、あの普通の服で着ていいですかね。はい、なんかこれが悪いかなって思ってきちゃったんで、はい、次回は普通の格好で普通に化粧して、ちょっといつも以上にキラキラした感じくるんで、ぜひ、プラスになることを皆さんも祈っていてください。ということで今回は残念ながら負けになっちゃいましたが、また次回ですね、頑張りますので応援よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。